でもないものが届きました。とんでもないものが、なんとなんと、伝わるかな、この指令書が入ってて、牛肉3キロ食べきるまで配信終わるまでにやりたいと思います。調理していきます。た方が良さそうだな、筋みたいなのが。あ、見えた、聞こえた、ちょっと待って、すげえぞすげえぞ、半分に OK、 あ、やべえ、お腹グーってなってる、最高だな。とりあえず焼いていきますか、焼こう、本当に。あ、でもいい感じ。もうこんな感じ。もこみち張りに。めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い。第一弾いけました。ちょっと食います。うまい、これマジうまいですよ、ライブさん超うまい、マジうまいです、ほんとに。あ、うまっ。なんだろ、負け。ちょっとこれ赤いから、これレンチンを、そのサイコロステーキ、サイコロステーキにしますか。インスタでこういうの見た、ソルトベアみたいなやつ、バラすか、これバラすそうだな。久々にシャバの肉をつかめ。叩くとなんかいいらしい。スイミーみたい。これでステーキ、スイミーみたい。一匹で大きな魚を見せるみたい。ちっちゃい魚が、レンチンのやつの存在をやろう。食いながらやろう。ブモグさせながら、ニンニクと、美味しくなれ、気持ちを込めながら、美味しくなれ、食べやすくなれ。めんつゆとニンニク、こんな感じです。こっち濃いなわ、焼きなわ。これ牛肉です。これは醤油とニンニク。いただきます。うまっ。やべえ、一個一個が強烈になってきた。うわ、あやべえ。すごいですね、これ。とりあえず、あの、焼いた部分は今食いましたね、ここは。ここは焼いた部分は、ここ、全部。胃を動かす。シチューとかいいよね、体に優しそう。筋か、筋肉。筋はね、筋で取ってみよう。香りがします。めんつゆとニンニク。肉でとりあえず。肉だ。これに、やべえ、俺超いいもん見つけたかもしれないっす。生姜焼きのタレ見つけ、これ入れとこう。とりあえずこれを入れとこう。ちょっと食べます。あ、レモンとか絶対これ、これ汁も入れよう、ちゃんと。
や、ビールとか絶対やばい。水めっちゃうまそうですね、これ。ちょっとおしゃれだし、皿。パタさん、いただきまーす。カメラ二つやるかな。あ、うまっ。うまいけど、一口でいいな。今1キロぐらいかな。どんぐらいですかね。多分これで、これもう一回って 1.5 キロぐらい。半分ぐらい。マジ先長いです、これ。果てしない。よし、ついさん、ありがとうございます。さあ、メイクしかねえ。ちょっと、こっち。甘を。オレンジちょっと一口食おう。オレンジ食ったら消化促進。消化促進。消化促進になるってことです。ああ。オレンジうめえ。マジで。ちょっとお口直しにフルーツを。ありがとうございます。よくございます。いいね。ありがとうございます。フルーツカットされていいね。だからこれはメンタルが美味しいから、美味しいから。きついってもきついから、しっかりメンタルが。行きましょう、行きましょう。壊れてきたぜ。ペースよ。うん。ペースよ。うわ。もうこれはできるか。体をこう。調理しながら動く。あ、なんか筋取るの上手くなってきた。あとトイレ、確かにこれトイレで寝ちゃう。気持ち悪いですか。肉とのラブストーリー、それは予想の通り。口も動かさないよ、口も動かさないよ。壊れてる。行かれてる。ああ、そうそうそう、そう、吸いかけてきた。頭が働かない。やっぱこう大きい筋は手でいった方がやりやすいな。あ、リオさんとかリオさんとかあれだ。サンキューの上司が待ってるんですよ。もう手入れアイテムがすごいくるになりながら。うわ今叩いてるんですか。煮込み用の肉。こっちがいいか。もう切れやすいですか。あ、どうも。睡眠みたいなステーキ完成ですね。睡眠ステーキ名付けた。睡眠ステーキ、これ一つ一つが睡眠ステーキ、こうちゃんと黒いやつが欲しいな。ね、睡眠ステーキこれだと。まあ、こうしましょう。ワイフさんのお肉届けてあの、膝の上にもお肉、目の前にもお肉、生肉、左手にもお肉、見渡す限りお肉ですね。これを次は調理していきます。これでいい。だから水入れて、あ、アルミホイルやるじゃん。こんな感じです。今、煮込み、手前と奥は筋で煮込んでます。あ、おいしい。レモンサワー、ちょっと果物取りつつやろう。ほんとに、これやばっ。もう、夕ご飯からの夕ご飯ですね。ビンゴに移動して、煮込みはこれ、余熱で2つやりながら、ちょっとこの焼きの残りを食おうかなと。箸が進まないで、これこそですね。でもちょっとずつでも食べよう。来ちゃう。いやー、日付全くかもしれないですね、これ。あー、お茶がうめえ。ほんと、焼きがこれぐらいなんですよ。これぐらいが、ほんとは、という間ない。マジできついっすね、これ。これもラスト1個っすね、ほんとに。ようやく。このゾーンがマジきつかったな。やべえ。やべえやべえやべえ。よっぴーぞ、よっぴーぞ。ほんとに、時間かかってもいいか。ただね、
ネミ。いや、こっそりマジで食べてほしいですもん、これ。最高だなって思ったんですけど、最高な企画がマジエグいって言ってんですよ。2キロと3キロの違い、マジで大きい、これ。応援してくれる人が増えるって、最高、最高。マジでやって、ここだ。お、おすすめ。今、ニンニクを。今、こっちの煮込みが最終局面を迎えております。マジで嬉しいですね。先見えなかったですもん。先見えなかったのがほんと辛かった。あぶね、ポロッと出てる。やばい。うわー、熱いんで。熱いんで。うわー、ありがとう。花火用意されてます。いや、なんかポロッと出たんだ。かぼちゃの場所来た。やばい、やばい、やばい。うわー。やるよ、マジで。